はい、川瀬さんといったらやっぱパター名人ですよ ね、 すね。とりあえず入れてくるってイメージなんですよ、うんうん、とりあえず入る、あと大事な場面は必ず入れてくるっていう感じなんで、それをちょっと今日教えてもらったら、はい、はい、お願いします。はい、だからこの強めに打つっていうことが全てじゃないんだけど、はい、強めに打った方が実際は入る。あ、うん、それはまあ結局強めに打ってくださいって言ったら、まあみんなアマチュアの人たちっていうのは次が怖いからその強めが打てないんですっていう一般的には多い。じゃあ例えばね、そのもう本当に強めに打つのって練習量とか、あとは自信、こういうのは結構大事、はい、うん、でもじゃあ例えば一般的にこのアマチュアの人たちっていうのはこのワングリップぐらい、これは外さない、うん、うん、これは外さない。じゃあこれをもうじゃあ入れてくださいって言ったらアマチュアの人たちこうやって入れるわけ。じゃあ入れた時にじゃああえてここにカップがあると想定して、ここにはカップあるけど、ここにもカップあると想定して、じゃあお先って言って打った時に、どんだけあなたオーバーしてますかと。今実際、お先しました。はい。もうこれ、50センチぐらいオーバーしてる。うん。でも、あなたお先でやるときは、入ってるんですよ。はい。この距離、自信持って打ってる距離感って、その人それぞれ違うんだけど、はい。じゃあ、今お先で外したのがこれだったらこのぐらいはオーバーするのがあなたの手のフィーリングとしては入る距離感なんですよっていうことを言うとちょっと打てるよね。ああ、なるほどね、うん、だからまずはアマチュアの人たちはこの短いパッドをここにじゃあカップ想定して横にこうやって入れないこと。ああ、ある程度もう本当にこのカップに対して距離感合わせてこうやって打つ人が多いからいますね。多いですね、うん、これはしないこと、うんうん、で練習方法としてはじゃあパターマットでもいいんだけど、はい、奥の縁に軽く当てて入れられる練習をすると、はいはい、ちょっと打てるよ。あー、なるほど。この強さでも入るんだなと思えば、はい、うん、打てるようになってくるんで、基本アマチュアの人たちはみんな打ててない、インパクト緩んでる、はい、それが多い。あ、そういうところに気をつけて、ね、やっぱりなんか自分打ってる時も自信がある時っていうのはしっかりこうストロークしてヘッドがこう動いてる気がある。でダメな時は音がこう緩んでヘッドが前に出てない気がして、なんか擦ってる、あんまこのボールの重みを感じないっていうか軽い感じがするん で、 でやっぱりそれって打ててないって緩んでるってことになってくるんで、まあ、あとはもう本当に家でやる練習とするなら、はい、パターマットに対して、5球からでいい、はい、5球連続をこう常に入れられるように、はい、で5球連続が入れられるようになったら10にする、はい、10ができるようになったら15にする、はい、それを15ができるようになったら20にするっていう練習を重ねてると、はい、どんどん上達して、なんか前川原さんそれやったって聞きましたね。あのジュニアの頃とか終わんなくてずっと夜中までやってたんですね。100球ね。100球。俺は100球やったから、うん、だから一番最初にその100っていうのをノルマでやった時は寝たのが4時、やば、家で8時ぐらいから始めて4時だから8時間か、8時間 ?8 時間永遠にパターやってた。やば。でもそれをずーっと、1年間続けたら、はい、まあ、1年間もいかなかったかな、はい、3ヶ月ぐらいでそれをやってたら100球が30分で終わるようになった。いや、すごい、うん、へえ。気持ちはどうなんですか、打つとき、打つとき、ショートパットとか、まあ、いや、そりゃ俺だって、はい、なんか、いや、これ打つのか、打たなきゃいけないのかって思いながら打つよ。はい、うん、僕とかだと、大丈夫、大丈夫、いける、おしっていう感じなんですよ、やるっていう感じなんですよ。それとも、川田さんはその、さっき言った場所を決めて、そこに通すことだけ考えて、そこ通れば OK っていう
僕なんか入れたいんですよね、必ず。絶対入れたいっていう気持ちになっちゃうんですよ。じゃあ絶対入れたいが自分の中で一番入りやすいライン取りとか感触、はい、その自分がポンって打った時の感触でライン取りした時にどういうライン取りをするかっていうのが大事だ。あ、うん、だから俺の中ではもう緩むのは本当好きじゃないし、もともとこうポンってヒットするタイプだから強く入りやすいから、はい、やっぱりこのラインでも俺は左縁、はい、内側、はい、でこう構えたら強っ、うん、こうやって打つかな。これ今カマさん普通ではないスピードですもんね。俺の中では僕から見てだって壁に多分強いっていう人の方が俺、はい、そうっすよね、うん、俺のパッティングは多いと思う、はい、そうっすよね。特にそのうん、あのプロの中でもよくあんだけ打てるねって言われるぐらい打つから、うん、でもそれが自分の中での一番こうやってきた流れの中で入るっていう感触を持ってるパッティングだから、だからもうそれは自分の中で、あ、うわこれ外れたらって思うけど、はい、もうやるしかないそれは。おお、うん、であとはこういうスライスラインで俺みたいなライン取りを取る、その強く取る人は、はい、スライスラインだったらこのカップの右側3分の2を見ないとダメ。はいはいはい、ここら辺を、はい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 、うん、でなぜかというとスライスラインっていうのを強く打つ、はいね、まあフックラインもそうの、はい、同じ真逆のことなんだけど、はい、ここの壁ってスライスラインで入ってきたら、ま、真正面なわけよ、はいね、はい、ここも曲がってくるラインだから正面には近くなるわけ、はい、そうすると両サイドは当たって入る、はい、でもこっちサイドっていうのは、あ、壁にはならないわけ、はい、ならないですね。そうすると蹴られちゃうわけ、はい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 、だからスライスラインを強く打つ人っていうのはカップの3分の2右サイド奥の縁の壁を見ない。あ、なるほど。で考えていくと、はい、じゃあどうしても強く打てないよっていう人は、はい、逆をしなきゃダメだよね、はい、カップの3分の2左サイド見ないとダメ、はい、要はここには弱くこう入ってくる人は切れていくわけだから、はい、当たらないから、はい、うん、弱く入る人っていうのはここの部分を見ていかないと。だから例えばタッチを合わせて入れるのであれば、このラインはじゃあワンボール切れますよと、ワンボール切れるところに打っていくんだったら、その左サイド3分の2を見ながらこうやってね、今弱く打って曲げていたからね、そう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 、だから弱く打っていく人はこっち側を見た方がいいし、強く打っていく人はこっち側を見た。ああ、なるほど、うん、深いっすね、パターね。こんなシンプルね、小さい動きで、うん、自分なんかちょっと半分玉入れゲームみたいな感じなんですけど、うん、やっぱ深いっすね、やっぱね。だから例えば今これ上りばっかりやってるけど、はい、じゃあこの下りのフックラインをどう打ちますかってなった時に、はい、これを強く俺はもし試合だったら打たない。あ、だって打ったら、もしこれを打ったとしたら入ったからいいけど、はい、入ってなかった、入らなかったらここまで行くでしょ。行きます ね、 ね、自分で自分にそうやってプレッシャーをかけたら18ホール持たないんだよね、はい、うん、だったらやっぱり多少なりとこういう下りのラインはさっき言ったやつじゃないけど、タッチを合わせるんだったら右サイド3分の2を見てそこに入れていくような雰囲気の打ち方をしていった方がタッチはこうやって入ってくる。根本的にただ自分がどっちサイドの人間なのか、はい、うん、強く打てるタイプの人間なのか、それとも強く打てなくて弱く打つ方が自分のフィーリング、はい、感触に合ってるのかっていうのをまず見極めなければ、なるほどね、うん、いけない。今日はすごく勉強になったんで、うん、自分もちょっと練習法とかやってみたいですね。まあね、そういうのをね、本当に試して、はい、いろいろ本当パターって
本当にこれという形が打ち方にも、はい、要はパターンに対してもない、はい、だから本当に自分のスタイル、はい、うん、を本当にこう確立して作っちゃった方が、はい、強い早い、うん、なるほど、早いし入るし、はい、上手になる、はい、うん、だそこをまずは作っていくためには練習しないとわからないよ ね、 そうですね、はい、うん、だから練習っていうのも絶対にした方がいい、はい、だからその練習方法はって言われたらまずどういう形でもいいからそのパターマット買って、はい、パターの線引いてあるところに、あ、藤田さんのパターマット、そうそうそう、はい、うん、そうです、はい、はい、はい、その辺ちょっと長々ありがとうございました、いい、はい、ちょっとね、はい、はい、はい、すいません、今日はありがとうございました、ありがとうございました。